こっち見ちゃダメだよ。さ、どこに埋めたか当てて。任しとけ。早くしないと船を死んじゃうよ。船を埋めたの？楽しかったな。え、みんな昨日どっか遊びに行ったの？うん。あ、まあな。誘ってあげて。降ろすつもり？態度でか。逆に聞くけど10円とか100円で他人助けようと思う？お前も態度でか。少し知りすぎたね。え？え？来た来た。早速タレを作るとするか。川口、知ってるか？餃子ダレの黄金比ってやつを。いえ、知らないっす。醤油5、お酢4、ラー油91。ほとんどラー油じゃねえか。あなたが群馬県知事ですね。大丈夫。私は敵ではありません。群馬県民から怒られろ。奈落より、いでよ破壊のホトトギス。中二病が過ぎるわ。思わず、お前誰だよって叫びたくなる言葉。磯野、中島、野球やろうぜ。お前誰だよ。ウニは？ウニはどうですか？とか一枠空いた。ウニはちょっとな。田舎者は消えれ。お前が言うな。8月31日。宿題諦めんな。バカ野郎、真っ昼間だぞ。一万個という言葉に過剰に反応。ここまでのやつはいなかったけど、なんかめっちゃこっち見てくるやつはいた。今まで数々のダイエットに失敗してきた方へ 99% 痩せの実績。痩せなかったら 1% の選ばれし肉体です。おめでとう。全然嬉しくなくて草。見ればわかる、お前柱だな。あ、それ電柱。機長、飛行中に定年を迎えたので着陸断念。いや、着陸までは仕事して。届かない。あとちょっと。遭難3日目。あ、楽しそうで何より。消毒液だと早いですね。戦え。うわ、画面が真っ暗になった。どうしよう。え、本当かよ。とりあえずコンセント抜いてみるか。やめてください。データ損ならどうすんですか。最近起動が遅かったし、変な音もしてたしな。とりあえずコンセント抜いといた。もうコンセント抜くしか対処法知らない？一言ボケただけなのに。めちゃめちゃ滑っててくそ。それぞれ武器は持った？スモールライト、ショックガン、拳。21歳。三台物忘れ。鍵閉めたかな、ガス消したかな、あとあれ。あ、それも忘れちゃった。ママ、今日から一人でお風呂に入りなさい。なんか一人変なの混じってない？言うこと聞かないとひっぱたくよ。あれ、また一人変なの混じってない？ウサギの渾身のボケ。耳そっちかい。10倍してはいけないもの。お線香。ん？ 10 倍するとおまん。ごめんね、今はプライベートだから。大人の事情。ドーナツを食べたのは誰？ A 君、 B が怪しい。 B さん、私が来た時にはもうなかった。 C さん、私が食べ終わった時にはもうなかった。ああ、自白しちゃった。見たことないけど多分鬼滅の刃。ああ、違う違う、けど確かに猪之助と善逸っぽいな。ほら、みっちゃん、これが人間の女の子だよ。あ、みっちゃん、そっち？母ドーン、父バーン。知らんけど息子ゴーンだろ。ちょいちょいメガネがカンニングしに来る。堂々とカンニングすんな。相変わらずお早いですね、そこに着くのが。早寝早起きが私の習慣だ。お前も早く寝なさい。俺一人暮らしや。さっきの誰だ？いや、わしも目を疑ったがね。何度調べても100点なんだ。のびくん、よくやったね。何度も調べたせいで残業になったけどな。八つ当たりだし、生徒殴っちゃダメ。0点取ったのは残念なことだが、過ぎたことばかりくよくよしたって仕方がないだろう。目が前向きについてるのは誰だと思う？前へ前へと進むためだ。進むためだ。もうダメだこの先生。私、お人形いっぱい持ってるでしょ。もう2体増やそうと思って。人形にされるぞ、逃げろ。ポイズンソード。今年で30である。いい年して何やってんだ。私のやつはいつも決まっている。カシュテラー。かわいこぶんな。ダダこねてる最中に好きな子が通りかかった。急にカッコつけんな。全然大丈夫、早く二次会行こうぜ。いや、もう帰れ。来い、花セレブの時間だ。うわー、こうなっちゃうんだ。ごめん、みんな。翼なあ、翼、少し休んでろ。俺たちだってもうこれ以上は得点させないよ。まだ時間は十分あるんだ。少しでも体を休めた方がいいって誰か言ってくれない？あ、これ全部自分で言ったの？怖そうな人が運転している車がいて、近づかないようにしていたら相方だった。ちょっと何言ってるかわかんない。おぐぐぐぐぐぐぐ、すまねえ、人違えだ。いや、それはかわいそう。新型インフル感染、30代男性が今日で40代男性に。あ、おめでとうございます。マインクラフトを買う、村を見つける、略奪する、村を焼き払う、家に帰る、マインクラフトを起動する。え、待って、この部分現実の話？怖がらないで、病みつきになるわよ。何打とうとしてんだ？今日も 0.01 ミリのやつを買いに来たよ。まあ、お若いですね。いや、本当にお若いな。もうマサラタウンを出て30年ですからね。次こそ勝ちたいです。え、サトシ？トップハムハット卿が線路を点検しているとトーマスがやってきて、ハゲと言いました。いや、シンプル悪口で草。広告のバスボタンが小さすぎる。男ならみんなわかるやつ。
鉛筆。マナーモードにしてなかった。いや、着信音の癖。やはり。クラクションが独特。いや、クラクションの癖。例えばこれが手だとします。いや、それは手なの。一人ぐらいいっか。バイバーイ。いや、バイバーイじゃない。助けろ。目肩腰の疲れを吹き飛ばされたいか。おー、ほい。のび太ちゃん。怖い夢を見たのね。かわいそうに。おー、よしよし。こんなとこから人が出るわけないだろう。あははは。のび太はきっと幸せになれるよ。余計な心配しないで、のびのびと育ってね。しかし貴様は幸せになれない。ん？急にどうした？人権被害安いケーズ電気。ブラックで草。娘のスカートが短すぎる。俺も負けてられない。いや、張り合わなくていいから。一辺が2センチの立方体が積み重ねられています。早く片付けなさい。あ、すいません。何も食ってないだろ。はい、大将、いつもの。あ、バイトです。バイトかい。超大作三部作シリーズ第一章。めんどくせえな。第一章からめんどくさがんないで。スマホ大きいですね。え、これスマホなの？もし断ったら不思議な力で死ぬことになる。あなたのプロポーズの言葉を教えてください。それプロポーズじゃなくて脅迫。もう逃がさないぞ。覚悟しろ。ギャー、痛いよ。僕は痛くもなんともない。無料200連ガチャと最強装備、今すぐダウンロード。いや、よく YouTube で流れてくる海外のゲーム広告すんな。今までにつけられてきたあだ名がひどすぎる。ひどすぎるし、自動犯罪機って何？あれ？この強盗、本当はいい人かも。なぜそう思った？入り口で検温と手指消毒。あれ、本当はいい人かも。もしも女性専用車両に山崎健人、福士蒼太、菅田将暉、3人が乗ってきたら注意する？しない？俺を見つけたらその場で注意するよ。あれ、お前もう乗ってない？自動二輪の免許しか持っていない。だからって無理やり二輪で走んないで。新人、よく見とけ。トステルはこ。先輩ダッサ。ツーストライクまで追い込んだら過保護な父親が現れた。いや、過保護すぎ。尾行が下手。いや、バレバレで草。